どうも、山田です。100均とかに行くと、本当は買おうと思っていたもの以外もついつい買ってきちゃって、意外と物買ったな、100円なのに意外と出費かさんだなと思った経験がある方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。僕そうなんですよ。なんかまあお店行くじゃん。で、100均でもいいっすよ。あと今だったら3コインズみたいな、300円均一みたいなお店あるじゃないですか。ああいうところに行ってね、あれ買ってこようとキッチン周りのあれ買おうと思って行っているんですけれども、気がついたらですね、袋まあまあパンパン入ってるんですよね。半分ぐらいお菓子だったりするんですけどね。無駄遣いが止まらないので誰か止めてください。はい、ということで自制心のない私がお送りする今日も動画なんでございますけれども、皆様、来月のコミュニティデー発表来ましたね。はい、まさかのトゲチックでした。新しいパターン、なんかナイアンティックさん2023年は革新的な、運営方針なんですか。新しい方針をちょっとこう打ち出してる感じがありますね。ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、めちゃくちゃ技が良かった。びっくりしちゃった。あ、そうなの、そういう技入れちゃう、まだまだ強くしちゃうんだということで非常にびっくりしたので、まあそこのついてはね、どれくらい強化されるのかみたいなお話もしていくんですけれども、プラスでですね、本日この動画は月曜日に公開されていると思いますので、今週のイベント内容ですよね、こちらのおさらいをしていきたいんです。なぜなら今週超大事だから。今週ね、皆様3月のこのもう中旬、すごいちゃんとやった方がいいです、今週。ね。はい、ということで今週のイベント、じゃあ何が熱いのか、どこを抑えるべきなのか、この辺もですね、動画の後半戦お話ししていこうと思います。まずは来月のコミュニティでの詳細についてやっていきましょう。4月の15日土曜日のコミュニティデーですよね。いつも通り時間は14時から17時。これの対象ポケモンがトゲチックとなっております。で、これの詳細ですよね。技と見ていきましょう。はい、対象ポケモントゲチック大量発生で、もちろん色違い確率も上がっております。トゲピー自身がですね、これの進化前のトゲピーがですね、すでに色違い実装済みなので、トゲチック、トゲキッスの色違い自体は持ってるっていう方も結構いらっしゃると思います。で、今回ですよね、トゲチックをトゲキッスに進化させることでですね、波動弾を覚えます。この覚える期間は、当日ですよね、コミゲ当日の14時から22時までなんですけれども、波動弾格闘技ですよね。これがかなりミソでして、そもそもですね、波動弾はまあ格闘タイプの技なんですけれども、まあそのこの技イコールルカリを連想する方って結構多いと思うんですよね。現状ポケモン GO の中でもその波動弾を覚えるのはまあルカリオのみですし、格闘タイプの非常に優秀な技なんですよね。それをまあトゲキッスが使えるようになることによってですね、トゲキッスのですね、割とその弱点を補ってるような、ちょっとそんな感じになってるんですよね。はい、トゲキッスなんですけれども、皆様ご存知の通りタイプがフェアリーと飛行なんですよね。はい、もうこの二つのタイプを聞いた時点で、あーなるほどとなってる方もいらっしゃると思うんですけれども、そんなトゲキッスの弱点ですよね。電気、氷、毒、岩、鋼タイプ。この5つがまあ弱点なんですよね。なので、まあ例えばじゃあその PVP しましょうとか、あとはまあトゲキッスがまあジムに置かれているみたいな時にですね、これらの弱点をパッとつくと思うんですけれども、この中で氷とか岩とか鋼、ね、共通する弱点がありますよね。格闘タイプとかすごく彼ら刺さっちゃってるんですよ。そうなんですよ、波動弾がトゲキッスの弱点をこうつくために出してきたポケモンたちの弱点になってると、すごくわかりやすくですね、そいつら対策をですね、これできちゃうっていう、そういう技が今回入ってきたわけですよね。そもそもトゲキッス自身がですね、技のレパートリーがもともとすごいんですよ。はい、まず技1ですよね。エアスラッシュ、目覚めるパワー、甘えるということで、甘えるね、まあタイプがね、まあ普通に等倍でもめちゃくちゃダメージを与えることができる。で、PVP とかで甘えるってめちゃくちゃ強かったりするじゃないですか。ゴリゴリ削れる。そういった技も覚えていますし、タイプ1のエアスラッシュもありますと。で、ゲージ技ですよね。原子の力、マジカルシャイン、ツバメ返し、火炎放射、4種類。タイプ4種類あるんですよ。ここに格闘が入ってきちゃうということで、お前技のデパートやんと。すごい、まあ、いろんな方が作れるように今回なったということですよね。もともと強いポケモンなんですよ、トゲキッスっていうのがね。それがさらなる強化を遂げてしまいました。激ヤバですね、と、いった感じとなっております。なので、今回のコミュニティデイはなんかすごく楽しいですね。そしてここ最近のコミュニティデイの流れ通りですね、今回もアディショナルレイドがございます。
17時以降ですよね、星4レイドとしてトゲチックですよね、これがレイドボスとして登場しますよと。でそれをクリアした後、そのジムの周辺ですよね、でトゲチックがですね出てきて、でこれの色違いの確率も高いと、コミュニティで延長みたいなやつですよね。これ助けられてるねユーザーさん結構多い気がしますね。今後もねもうずっとねやっていてほしいですね。そして今回のコミュニティデイはですね、まあ、対象ポケモンが、まあ、トゲチックということもあってですね、進化前のトゲピーですよねっていうのがですね2キロ卵の中から生まれるようになりますし、さらにですねコミュニティデイ同様色違い確率もアップしますというふうに言われています。これ何のポケモンが他に入ってるか次第なんですよね。これトゲピー以外も結構いろいろ入ってるよって状態だと色違い確率アップって言われてても他のやつが出てきちゃう可能性もありますから。でこのラインナップはですね、まだちょっと詳細が出ておりませんので、まあもしかしたらそのイベントの当日とかに2キロ卵をこうタップしてみて確認とかになるかもしれません。そして今回のこのコミュニティデイですよね、もうこのトゲピーですよねが2玉から生まれる色違い確率アップすると今言いましたよね。不可距離ですよね、孵化装置のボーナス今回あります、卵の孵化距離が4分の1になります。はい、普通の孵化装置で2キロ卵が500メートルで割れます。これスーパー孵化装置使ったらもっと短くなりますね。2キロ卵がスーパー孵化装置使うと 0.33 もう一瞬で割れます。もうささーですよ。もう僕がよくポケ活している上野とかでですね、上野からも隣の駅に歩くだけで多分もうこれ割れてます。すごいスピードで割れますね。はい、ただまあ個人的にはこのコミュニティデイ中ですよね、ポケストップ回した時の5玉10玉の確率ですよね、ここがちょっと実は気になるなというふうには思ってます。んだってこれせっかくだったらトゲピーいっぱい割りたいじゃん、それがさ全然出てこないよとかさなっちゃったらさ何のためのボーナスってなるじゃないですか。ナイティクさんお願いです、この当日だけは2キロ卵の確率爆上げでよろしくお願いします。あとはいつも通りのボーナスですね、捕獲時の、ポケモンの飴が2倍 XL の飴の入手確率が、2倍、おこうモジュールの効果時間が3時間、ゴースナップショットのサプライズがありまして、あとは特別な交換ですよねが2回できるようになって砂のコストも下がりますと。もちろん今回もチケットの販売ございます。160円ですよね、スペシャルリサーチが入手できますし、ステッカーですよね、等も今回も確かあるのかな、あとはチケットプレゼントも可能ですというふうに言われております。ということで、来月4月のコミュニティで非常に楽しみですね。はい、ということで皆様事前準備しておきましょう。それではここからはですね、今週の、ポケモン GO のイベント内容を確認していこうと思います。本日月曜日なんですけれども、ホウウォウとメガチャーレムのレイドの、まあ、実質的な最終日となっております。どうでしょうか皆様、エナジーを貯めるのと、あとはまあ高個体値集め、雨集め、色違い集め、この辺できましたかね。まあちょっとできなかったという方はですね、明日火曜日ですね、はい、一応10時までに出てくるこのレイドですよね、中身はこの2匹のままになってますので、まあ明日の午前中ですよね、ちょっとやってみるのありだと思います。まあもしかしたら皆様ね、会社に行ってたりとか学校行ってたりとか、もしくはWBC ね、見てたりとかするかもしれませんけれどもね、はい、まあながらでちょっと両方やっておきましょう。そして火曜日はですね、レイドの切り替わり&新規のイベントのスタート日です。イベント内容見ましょう。はい、火曜日からスタートするのが元気にゴーダイベントですよね。こちらピックアップされてるのがメルタンとメタモン、あとはですねバオップとかヒアップ、普段日本でゲットできない、地域限定たちが日本国内でもゲットできますよというイベントでございます。以前紹介はしちゃっているので、まあこの中で特にね抑えるべき要点だけお話ししていきますね。まずですね、色違いのメルタにこの期間中はですね特別に遭遇することができます。まあもちろんこれね確率なので、出ないっていう風になる可能性ももちろんあるんですけれども、不思議な箱からですね、入手になるメルタン、こいつがですね、まあ色違い出ますし、さらにですね不思議な箱っていうのはですね、一回使うとその一定時間ね、一定期間開けないと次使えないんですけども、この待ち時間が短縮されます。だからよりたくさん使えるってことですよね。だからメルタンの厳選、色違い厳選も両方とも、この期間中は非常に効率がいいと。さらに XXS と XXL ですよね、非常に小さいのと大きいの、このメルタンっていうのがですねこの期間中は一応出会いやすいとのことです。最近ですね図鑑の中ですよねにもこの、大小のですね、まあ、その数字っていうのがね出てきてますので、ここのカウントを進めたいっていう方はですね、このイベント期間中いっぱいいっぱいメルタン取りましょう。で今回のねこのイベントが
終わった後ですよね、はメルタの色違いに一旦会えなくなります。はい、これね悲しいですね。あの特定のポケモンっていうのはですね、この期間しか色違い取れないよっていう風にナイアンティックさんが言ってるんですけども、これも今回のメルタもその対象となっておりますので、要注意でございます。欲しい人、イベント終わったら一旦出なくなるんで、不思議な箱いくら開けても色違いにならないんで、はい、必ずイベント期間中に出しましょう。あとはメダモンがいろんなポケモンに化けてますよって感じですね。多分数もね増えてるんじゃないかなといった感じですね。でこれめっちゃやった方がいいです。ボックス整理してください。このイベント期間中はですね、博士にポケモン送った時の飴ですよね、これが2倍になります。なのでまあ伝説のポケモンなんだけども、個体値的にこれは育成したいよなみたいなポケモンとか、あとはまあコミュニティデイで捕獲したはいいんだけれども、これそろそろボックス圧迫になってるから送りたいなみたいな、ヤドンとか皆さん余ってるんじゃないですか。こういったのはですね、火曜日以降に転送してあげてください。そして何よりもヤナップ、バオップ、ヒアップ、この3匹ですよね。各個地域限定でチリチリになってる3匹が全ての国で登場しますと。まあ日本国内だったら普段ヤナップは取れますけどね、バオップ、ヒアップまだ図鑑登録できていない方、そして色違いが欲しい方、この期間中ですよね、野生でちゃんと出ると言われておりますので追いかけましょう。さらにこれタスクでもね、この3匹出るって言われてるのでね、これが美味しいよね。はい、高個体値、バオップ、ヒアップ、100の色違いとかもしかしたら取れるかもしれないんでね、今回逃したらもう日本国内でゲットできない可能性普通にありえるので、まずは図鑑登録だけ済ましておきましょう。そして火曜日からですよね、出てくるレイドバトル、ボルトロスの化身フォルムと、あとメガ不思議花ですよね、それぞれが伝説とメガレイドで来るんですけれども、ボルトロスの化身フォルムですよね、こいつ電気タイプとしてもかなり優秀なアタッカーです。まあ今だとあのゼクロムとか電樹木とか、もっと強いやつがいるんですけれども、このボルトロスももう全然その負けてないというか、まあ、3番手ぐらいのところにはねもう来てるわけですよ。なのでもしも電気タイプのアタッカー揃ってないよという方ですよね、はこのボルトロスの化身フォルム、こいつをですね、今回しっかりとゲットしておいた方がいいと思います。あとメガ不思議花ですよね、まあ、これもまあ御三家ということで、まあ、普通に不思議花自体強いんですよね。その上まあ草とまあ毒両方のブーストもできるということで、毒のブーストできるポケモンってあんま多くないんですよね。なのでまあそのためですよね、ブースト要因兼アタッカーとしてメガ不思議花のエナジーですよね、貯めてないよっていう方もしもいらっしゃったら、今回ちょっとね1000、2000一回やってみてもいいかもしれません。そして火曜日ということでね、スポットライトアワーございます。18時から19時の間ですよね。ニャビーがね出てきます。ボーナスは捕獲時の砂2倍なので、まあ砂稼ぐって意味でもニャビーいっぱい取った方がいいですし、まあ御三家ですからね、まあ将来的にですね、こいつコミュニティでもおそらく来て、でその時にまあ色違い実装&御三家限定技来ますので、はい、今のうちに高個体値厳選っていうのを進めてみてもいいかもしれません。はい、そして明けて木曜日なんですけれども、ゴーバトルリーグですね、新しいルール来ますね。皇室カップスーパーリーグバージョンということで、これが30日までか、3月23か3月30日までで、ルールが、CP1500 以下で氷地面岩鋼タイプのみ参加可能、ただしラグラージは不可ということで、まあわかりやすいよね。ラグラージちょっとこのリーグの中でさ、このルールの中でいくらなんでもお前強すぎるもんね。まあまあまあ、それは特殊にちょっとこいつだけ NG するのはわかりますね。はい、なんか面白そうですね。ということでちょっとはね、特殊ルール好きな方はですね、こちらもやってみましょう。で金曜日スタートのイベントはなくてですね、土曜日ですよね。はい、イベントここからまた新しいの始まります。ゴーロケット団選挙イベントですよね。これまあ元気にゴーダイベントと並行してですね、スタートするといった感じになりますね。でこのイベントでですね、シャドウのレジアイスが実装されます。サカキがですね出してくるので、こちら皆様ゲットしておきましょう。そして幹部ですよねが出してくるですねポケモンも変わりますし、下っ端たちの手持ちっていうのも変わるというふうに言われております。イベント自体は短いんですけどね、3月25から29日までとなっておりますので、この間にですね必ずですねやってほしいことがまず一つあります。それはですね、八つ当たり、こちらの削除ですね。はい、今回のイベントもですね、八つ当たりを技マシン使って消すことができます。これやっておきましょう。新しくですね、高個体値のシャドウとかね入手しているけれども、ああ技がまだ八つ当たりなんだよなーっていうのあると思います。なので技名でですねボックス内で八つ当たりとか入れるとですね、八つ当たり覚えてるポケモンがうわーっと一番出てきますので、そいつらをですねの中で高個体値とか CP 高いみたいな、そういうやつを片っ
端から消していくみたいな、そういう時間ですよね。を25日以降に作ってみてはいかがでしょうか。で、今回すでに発表されている新シャドウなんですけども、まあ、こちらの5種類ですよね。アローラ、ベトベタ、ゴマゾウ、キモリ、アチャモ、フワンというふうになっております。まあ、御三家はね、シャドウやっぱりちょっと欲しいよね。御三家限定技を覚えさせられるし、ただアローラ、ベトベタもね、進化後のベトベトン PVP とか、あとジム置きかとかでもね、まあ見ますし、結構ね、今回のシャドウたち優秀な、ポケモンが多いので、まあ嬉しいですよね。はい、厳選したいというユーザーさんは多いのじゃないかなと思います。さらに今回ですね、運がいいと下っ端からも色違いのシャドウポケモンがですね、入手できるかもしれないというふうに言われているんですよね。基本的にシャドウの、色違いっていうのは幹部たちですよね。はい、ゴーロケット団のリーダー3人からね、捕獲する場合にだけ出てくるんですけども、今回はその例からも外れてみんな狙えるよというふうになっております。だからまあ色違いの馬車もシャドウとかが作れるかもしれないんですよね。はい、ということでこの点も今回はまあ結構目玉になってるんじゃないでしょうか。あとはね、こうロケット団イベントはいつもそうなんですけどもね、ロケット団の数がそもそも増えたりとか、あとは榊ですよねと挑戦するスーパーロケットレーダーが配布されたりとか、っていうのがありますね。こちらスペシャルリサーチの報酬なので、これ進めないとね手に入りませんので、その点ご注意ください。はい、ということで、実はやること目白押し、激アツイベント目白押しな今週でございます。皆様しっかりですね、これは抑えるべきというところをですね、しっかりと忘れないようにねやっておいてください。特に今回そのロケット団ですよね、期間短めです。5日間だけしかないので、まあ、ここは特にですね、ちょっとねやり残しをないようにねやっておきましょう。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまたツイッター、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければ、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。